はい、こんばんは。パラアスラ仲がいいで登場のいでです。キューピーです。そしてここは、はい、あの木山町長松田でございます。こんにちは。はい、あの今のところ先週先々週と続けて、あの、ね、連続当番ですけど、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日も早速愛情弁当、はい、入江さんのお弁当ですね。はい、今日はハンバーグ、はい、おろしハンバーグに、はい、何ですかね、豚ですかね、豚肉の、はい、豚肉ですね。はい、それに肉じゃがっぽい感じですね。はい、玄米と高菜も入ってます。はい、高菜も入ってますね。ごまも入って美味しそうです。あとでいただきます。ありがとうございます。そしてなんかお茶と、はい、秋山のみかん、秋山のみかんがついてると、はい、ちゃんと果物までついてるという。はいはい、でみかんといえば、あ、みかんといえば、はい、なんか私から入れさんへのプレゼントで、嬉しいですね。はい、もうみんなが嫉妬しますよ。あの、はい、うちので取れた、まずこれがスイートスプリングのスイートスプリング、これまさにちょっと一口砂糖菓子、ね、いただきました。はい、もうめっちゃ美味しかったですね。はいはい、それから次がこれはこの前いただいた、はい、あのバンペイユの、ね、バンペイユの砂糖菓子です、ね。これでかっ、はい、でかいですよ。はい、ありがとうございます。でもう一つがパール缶ですね。パール缶っていうんですか。はいはい、パール缶ですね。はい、ちょっとこれは美味しいです。今の季節にはいいかも。お茶と一緒にね、はい、あの楽しみたいと思います。まあ特にあの充実でこうね、汗をこうかいた時なんかはそれでちょっと、ね、めちゃ喉どどかかもしれない、ね、あのこうカロリーあですね、うんうん、糖分とかもこれで、はい、オレンジで、はい、ありがとうございます。はい、はい、今日もネタたくさんです、あ、こっちが先ですかね。そうですよね。はい、だってそれいいですか、すいません、あの私事ですけど、はいはい、あとあのいつも、はい、忘れてくるんですよ、持ってくるのを、はい、で道場から反対はい、はい、これ証拠です。あの、はい、自分で偽造しておりません。はい、はい、これがあのブラジリアン柔術の、はい、あの IBJJF 国際柔術連盟の、はい、IBJJF ので認められた、ブラジリアン柔術の黒帯の2段の証明書です、うん、どういう人にあの授けられるんですか。どういう人に、はい、まああのなんか武道系っていうと大体白帯から始めて、はいはいはい、白帯、はい、青帯、はい、紫帯、はい、で茶帯になりまして、はいはい、そして最後に最後じゃないですかね、うん、黒帯っていう、はい、黒帯の上はないんですか。いや、黒帯のある上は紅白帯とか赤帯とか、紅白帯、赤帯、うん、あのエリオグレーシーとかが、うん、なんかあ、まあ、名誉団みたいなもんですけど、じゃあ実質黒帯が一番、そうですね、大体みんな黒帯をになりたいという目指して、はい、でも昔はもうこんな青帯でもその人口が少ない頃はもう青帯一人だけでも神様みたいな、九州はですね、うん、じゃあ黒帯ならもう今は完全に神様、もう天空人だけど今も黒帯も増えては来てるので、ただやっぱその師匠筋、今はもうかなりルールが厳しくなりまして、あのなんか師匠筋のちゃんと捜査というんですかね、ちゃんといるのかとか、そういう調べられて、でちゃんとそのキャリアとか、まあ、実績はもうですかね、まあ、実績は師匠が決めるんですけど、はい、だ師匠って誰になるんですか。私はあのパラエストラ東京、うん、あの有名な中井祐樹先生が師匠になります。うん、はい、で師匠が前はこう直筆サインなんですけど、今はもう最近はインターネットでクリック OK みたいな、それを IBJJF にポンと飛ばしてくれないと、認めてくれないと、あのいただけない。だからここにあのまあ充実のあのまあなんだろう、なんとかグレーシーカールん、みかん字がぼやけて見えないカールソングレーシー、あとこっちもオズワルドなんとか適当に言ってます。でこっちに中井先生の、ちょっとこれまだ会ってないので直筆サインをもらえないんですけど、会った時にまたここ直筆のサインをもらえようと思います。そういうものなんですね。はい、でこれ2段セコンドって書いてあるんです。はい、2段何段まであるんですか。黒帯は私の確認では10段ぐらいまで、10段ぐらいまであると思います。でこれ0段から始まるので、うん、じゃあ012、そうなんです。だからまあ柔道でいうと3段に近いっていうか、なんか他の人に言うとこれ柔道でいうと6段ぐらいになるんじゃないかという価値がないですね。じゃあ10段だったらね、すごいですね、何十段になりますね。もう触らずして勝てるんじゃないですかね。合気道みたいな空気投げとかですね。いやだけどあれは夢ですね。だけど、うんうん、合気道も最近よく見てるんですけど面白いです。すごいですね。おめでとうございます、ね、ありがとうございます。黒帯、あの、まあ、普段は道場に飾ってますけど、はい、黒帯の上はアルバレス先生です、ね、すいません、もう適当にもう王しか見えなかったから適当に言っただけです。はい、
すごいです、ね、カルロス・グレイシー・ジュニアさんです。あ、カルロスですね。はい、カルロス・グレイシーです。キャロライン・ヨーコとか言おうしてなって、ボケたらめちゃめちゃ怒られるので、やめときます。まあ、おめでとうございます、ね。ありがとうございます。さらに、精進していただいて、はい、ありがとうございます。次またね、紅白帯。ですね。黒帯から真っ黒帯、そして紅白帯です。違う。紅白帯じゃない。まあ、そこまで生きてるかどうかわからないですけど。だいたい途中から 5年周期になっていくんで、ちょっとどんどん私はね、年あ、そうかそうか、もう最後の方はね、40過ぎてから私はあれになったので、はい、で私のところで唯一の黒帯は今川崎選手ぐらいですかね、はい、早くどんどん強い子たちが出てきてほしいです。まあ、キッズが多いからですね、はい、それであとあ、いいんですか、私ばっかり。はい、いいですよ、どうぞ。はい、じゃあお先に、お先に。はい。はいはい、充実、農技、この前、この前持ってきました。うん、5月の15日、はい。はい、今日も申請というか、総合体育館に持っていきました。うん、はい。で、これ、5月15日、もうエントリー始まってますので、キッズ、なんかキッズがないみたいなことを噂されてますが、キッズ全然ありますので、探してください。充実、農技、どっちもキッズもあります。で、大人、マスター、アダルトマスターかな。うん、で、あと、女性の方も、全然参加 OK なので、てください。もちろんコロナ対策もしっかりして、うん、大会開きたいと思います。はい、私は一応、いやいや、もう、うん、私 もう今日は特にね、特にいや土曜日いろいろなイベントがあさってあるんですけども、そうですね、先週それは全部、うん、草スキーとか、うん、それから、国際音楽祭ね、チャリンコというか自転車、チャリンコは今この前日曜日もう終わったんですかね。私いや、まだ12日前ですけど、この前の日曜日、私自身が乗って、大丈夫でした？大丈夫です。次の日、ちょっとこの辺、腰ちょっとこの辺、腰はこの辺ちょっと来ましたけどね。うん、坂道が多いですか？で、あと動画の話もしましたよね。あ、これを、この前、うん、言うのを忘れとったって言って、あ、そうですよね。木山テレビはもう何回ぐらい放送されたんでしょうか？あ、放送っていうか、YouTube なんですけども、YouTube ではい、全部で、37番組。え、そんなあるんですか？あるんですよ。3分から4分ぐらいの間でですね、はいはい、37番組、はい、まるでバリカタテレビみたいです。はい、で、一番多いので、今その 2,3 週間ぐらい の視聴期間で、500ぐらいが一番すごいな、はい、で一番少ないのでもほとんど今100はいってますね。あ、いいですね、はいはい、だからまあ37ということは、おそらく1万まではまだ行ってないですが、うんうんうん、全部合わせると5000から1万の間ぐらいだと思います、ね、いいですね、うん、まあ、週1とかじゃなくても毎日更新みたいな、それいやいやじゃなくてずっとその、その37つの動画があるだけです。それは変わらない。一応そういう作った番組なんですね、うんうん、テレビなんですね、うん、いわゆる動画で木山のいろいろな37箇所の紹介しようとか、例えば木山中学校、木山小学校、あ、木山図書館、木山の、うんうん、それから企業なんかも紹介して携わるものを37コンテンツってやつですね。そうです、そうです。あ、そういう作り方なんですね、はい、もう行き当たりばったりで話してるわけじゃないですね、はいはいはい、全然違います。だから結構一応動画になってますんで、木山町ぶらりとかじゃないですか。違います。だからぜひ ここを散歩してみようとか、木山に来ていただく前にね、はい、その37箇所のもうちゃんと決まっ計画的に動画を、うん、やってていただければすごく、あ、木山にはこんなところがあるんだっていうのが分かっていただけるんじゃないかと思います、ね、じゃあ私も38コンテンツにしてもらいます、ね、木山テレビでインタビューさせてもらえないですよね。そら、あ、だから個人じゃなくて、うん、人じゃなくて、うん、施設であったり、あ、企業であったり、大会とかじゃなくて、はいはい、だから大会とかじゃなくてだからまあ木山でもし道場を開いていただければ、そういう風な、その木山の入れ道場紹介という形になる。なるほど、そういうのもあり、はい、ありえるとそういうことですね、はい、で私がギター持って歌う、木山の歌を歌ったらじゃなくて道場でこうみんながこうドブロック2とか練習をしてるような道場でね、木山総合体育館で、そうそうそうってね、でみんなで木山頑張ろうみたいな感じでやっていただく、盛り上げようって、はい、そういう感じでやっていただく。なるほど。だから木山にやっぱり道場作ってもらうんだからね、生徒募集っていうか、なんか教室でも本当募集しなきゃダメですね、はい、なんか考えます、はい、考えてください。一応トスではやってますから、トスとウサではやっておりますので、はいはい、USA ですね、 USA です、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃいいですか、今日はこんな感じで、はい、そんな感じで、はい、また木山テレビがね、紹介できただけでも、うん、はい、だからぜひ木山テレビのポスターをちょっと
見せていただいたらいいかもしれないですけどね。ちょっとこれを動かして。動かしてじゃあちょっと行ってきますね。行ってきてください。はい。じゃあ行きます。上下とも全部そうですよ。じゃあちょっと切り替えていけばいいのかな。うん、よいしょ。いやいや、そっちに向ければいい。ここを向ければいいですか。はい。ここ松田町長のあの入り口のドアの前にこうやってありますので。で上も下も木山。はい。でちゃんとこうやって QR コードで。はい、そう、木山 TV という、まあ、YouTube で木山 TV と打てば、はい、はい、YouTube 木山、あの、木山の YouTube チャンネルで、はい、もう木山の全てが分かるという、はい、大体全てが分かる。37箇所の動画ですからね。はい、お寺さんとかね、いろいろなものがあのちょっと飾られて、寺行してる姿とかいろいろありますよ。あの頂上が草突きをする姿はないです、ね。ああ、それはないです、ね。ないですね。チャリンコ乗ってる姿もない、ね。ないですね。はい。ダンスをしてるのもない。もうないですね。だけどそれまた37コンテンツ終わった後、また好評だったらまたなんかいろいろできるかもしれません、ね。また追加できればいいかもしれないですね。ああ、なるほど。うん、じゃあその時にコンテンツに入れるように頑張りたいと思います。うん、道場を開いてください。もう木山ブラジリアン柔術。はい。よろしくお願いします。で、上生徒募集中。パラエストラ木山。あ、そうですね。パラエストラになりますね。パラエストラ木山。はい。入れてもじゃ。はい。で、大会もここでありますので、はい、お待ちしております。はい。5月15日お待ちしております。はい、あの一応講演申請出しましたので、また挨拶お願いします。はい。わかりました。はい。さよなら。はい。さよなら。